どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちらハロウィンネレ使っていこうと思います。はい、このキャラですね、76リーダーとしてかなり優秀な性能を持っていまして、実際に今日はネレをリーダー運用していきます。まずまあ覚醒からなんだけど、バインドスキブ封印、指延長プラス2つ、10強3つに闇コンボ強化2つみたいな感じで使えるキャラで、まあ、火力もね、言うて高めなキャラですね。はい。で、スキルは1ターン左端を操作下にしてしまうんですが、その代わり1ターンダメージ吸収、属性吸収無効が4ターンで打てます。で、この操作負荷にするっていうポイントなんだけど、もちろんまずこれ弱点でもあって、操作負荷にしてしまうから対策をする必要があってめんどくさいよね。でも逆に言えばなんですけど、例えば5ターン操作負荷を食らった場合とかは、このスキルを返すだけで1ターン、まあそんなにうざくないじゃん、左端をね操作負荷にするってね。1ターンだけ操作負荷耐えればもうそれで完全に消せるんですよ。特に76って無条件で食らってしまう操作負荷とかがあると思うんですね。そう、まさにまあ例えば戦時で言うとね、濃姫みたいなキャラがいるんですけど、そういうキャラ対策にも使えて、スキル自体は悪くない。そしてさらにダブル吸収無効もあるので、シンプルに優秀なスキルになっております。はい。リーダースキルもね、76マス固定で闇の HP が4倍、闇2コンボで攻撃力上昇最大38倍と、まあね、まさにブラバみたいな感じの性能をしてるキャラなんですが、今日はこちらのネレをね、76リーダーで使っていきます。76リーダーとしてはね、もうトップクラスの性能を持っていて、かなり優秀なキャラになりますので、実際に使っていきましょう。ということで編成から紹介していきます。今日はね、ネレとアマコズミ合わせて使っていきますね。はい。まずはネレです。10強リダチェン体制に悪魔キラー、そしてアレキサンダー武器継承してあげてます。はい。そしてベリアルです。スキルブーストプラスにチーム回復3突、そしてマデュー武器継承してあげてます。はい。チーム HP に 闇ドロキョウ4つにエルジュ武器です。そしてこちらゴーストリングです。10強に上限解放、そしてマリウス武器継承ですね。はい。もう今のところ編成難易度はね、もうね最高潮なんですが、そもそもネレ持ってる人がね結構少ないとは思うので、まあ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 、もうその話はいいでしょう。先にスキブプラス雲操作負荷回復、そして雷神武器継承ですね。はい。で、甘小泉です。1体目ですね。遅延2つ、危軽減プラス、神キラー。そして、霊文武器継承ですね。はい。ちょっと咳が最近やばいんだよな。で、甘小泉です。遅延2つに神キラー2突、そして、こちら、竜武器継承って感じになっております。遅延に、ごめんなさい、遅延じゃない、HP 強化に封印耐性つけてあげてるっていう感じの武器になります。はい。今日はね、こちらの編成を使って、戦場で使っていこうと思います。はい。まあ、甘小泉もね、リーダースキルかなり優秀なキャラになっていてね。闇にコンボ 70% 軽減、攻撃20倍4コンボ加算と。で、戦場は追い打ちがいりませんからね。今日はこちらの泡小積みネレを使って、実際に闇属性の編成で遊んでいこうと思います。まあね、ブラバが最近弱いって言われますが、ブラバを超えるね、新たな優秀な闇コンボリーダーが来たということで、実際に遊んでいこうと思います。やっていきましょう。さあ、ということで1階層からやっていきましょう。まずは、サギリ打ちます。はい、サギリ打ってあげて、チェーン入れて、1コンボ組んでいきましょう。で、甘小積み変身していきます。はい。で、からのマリウス武器打ってあげて、からのマデュー武器打ちます。はい。で、1コンボ。で、1コンボ。で、残り1ターンで突破していきましょう。甘小積み打ちます。当然ね、甘小積みとゴーストリングは完全自由に打てますので、まあ、ちょっとなんかもったいないパズルしてるんで、分割しましょうか。はい、こんな感じで闇の64333ですね。5セット組んであげて14コンボ15組んでいきましょう。さあ、これで軽くこんな感じです。いいですね。はい、続きまして2階層です。まあ、この衛星は本当に10強組んでいくだけで火力が出せるので、もうあとはまあ無効管組むぐらいかな。無効管と10強さえ組んどけば基本的に倒せます。はい。で、2階層ですね。ここもさぎり打ってあげて殴っていきましょう。で、甘小積打って殴っていきます。いきましょう。どうしようかな、無効管組むか。とりあえずさぎりでね、火力上げれるので、ちゃんとさぎりの火力を使いながら、しかもコンボ加算もさぎり持ってるんでね、ほんとさぎりは優秀なキャラなんで間違いなく。よいしょ、こんな感じですかね。闇の93333、5セットです。で、右竹でもしといてあげて。さあ、これでどうですか？これなんすわ。これですよ、皆さん。これができるのが、この甘小積みとネレの強さなんですね。
そう、ネレ自体もね最大38万で倍率持ってってくれますし、あと雨くずみは木と光を闇に変えてくれることによって闇ドロップを確定で大量供給できるんですね。だからもうマジで戦場に適性の高いキャラと言えるんじゃないかなと思います。3階層です。ここはアレキサンダー武器打ってあげて倒していきましょう。基本闇のコンボが強いと思うんですけど、無効感も悪くはなさそうだね。闇のじゃあ9333と闇5セットどっちが強いんやって話ではあるけど、9コンボはまずい。ナイス。あ、まあでも無効感がめっちゃ強いってわけでもないな別にね。で4階層です。ここはベリアル打ちましょう。ベリアル打って半分まで削ります。よいしょ。闇これでひたすら闇含みながら殴っていきます。んー、ナイス。でこれで半分まで削ってあげて、でここで回復の縦 1C 組みましょう。はい、回復はありますか。ナイス。オッケー。でこのまま倒していきましょう。ちなみにね、回復したい場合は回復の4消しをしないと倒せません基本的に。回復の4消しがない場合ももちろんあるんですよ。ない場合もね、ない場合もあるんだけど、まあ、これは非常に焦る必要はないという状況でして、ということで言いますと、次の先制ダメージが、まあ、10万ダメージなわけですよ。つまりこれ逆に言えば次の先制は絶対に耐えれるわけですね。このタイミングでスキル止めをすればいいと。簡単な話ですね、非常に。これはバカでもわかる。そう、僕はバカじゃないので、もうここはあえてね、何もしないこともね、あ、ネレ打つの忘れてた。バカでした、すいません。ネレ打つの忘れてましたね。まあでも別にネレって打つの必須ではないんで。はい、ここは回復4消し組みながら殴っていきましょう。オッケー。あ、こう、これで回復4消し含みながら、回復2セットですね多分組めてるんで、2セット組みながらの、これで HP 全回復してかつワンパンです。ほんといい火力出せるし、使い勝手もいいですね。やっぱり闇コンボ系のリーダーかつ76確定なんで、やっぱ BB とかってリダチェンが必須じゃないですか。サノスリダチェンとかね、いろいろいりますけど、そういうのが一切不要だから戦場でもかなり使いやすいキャラにはなるかなと思う。で前田は先で打ちます。もうここは絶対突破したいんで、もうこんな感じでドロキョ入れちゃいましょう。詐欺り強い、詐欺り本当にスキルが強すぎる。これ詐欺り見たですね。しばらくもうとりあえず、あ、もう迷ったら詐欺り交換しろで終わりでいいわ。こんなマジで詐欺り最強だわ。闇繋がっちゃってるかな。あー、繋がっちゃってますね。大丈夫です、関係ない。大丈夫、詐欺りなら大丈夫だよ。21コンボ詐欺りは、おい、ガチで詐欺り持ってればもうよくね。エルフリーでミリー詐欺りだろ普通に。でここも殴っていきます。ここは回復の追い打ち組みながら倒していきましょう。水は全体攻撃絶対に入れないでください。結構大事ですこれ。いきます。このチャンネル大事な情報を知れというので、はい、こうですね。水は全体入れずに追い打ちは組みながら12コンボ組んであげて、しっかりと雲も消してあげて、これでワンパンしていきましょう。ナイス。8階層です。はい、ここに関してはベリアル打ってあげて3ターン目突破していきましょう。ちゃんと回復は入れましょう。はい、ベリアル打ってあげて弱化ドロップ消しつつ、まあ、回復しながらって感じでいいでしょう。ちょっと待って、やめて。
やめて、怖いことやめて、大丈夫。何色だっけ、木と光ね。 OK、 じゃあ火いらないんで火全部消しちゃいます。オッケー、じゃあモコズミ打ってあげて倒していきます。これは火力高いで、これは相当よ、こんなん。オッケー、いやもう強欲に行きましょう、こういうのはね、男なら。え、強欲、もう無効感まで組んじゃう。ゴーストリングね、無効感武器ついてますからね。そう、見た目以上にゴーストリング無効感大事なんで。さあこれで倒していきます。存在とかミスってないよな。こういうのなんか怖いよね、ミスってたらね。あとミスないでしょ、さすがに。なぜなら全部強いからね。はい、で、9階層、ここはネレ打ちます。で、打ってあげて、倒していきましょう。これね、無効感なんですよ、あえて。なんかね、俺ね、ちょっと気づいてきてるんだけどね、無効感が意外と強い。やっぱゴーストリングの無効感武器がマジで生きてる。無効感も選択肢に入ってくるな、この編成の場合は。ほら無効感が偉い。で、10階層です。はい、ここはサギで使ってワンパンしていきます。マジでギリギリ耐えれるんで安心してください。マジでギリギリ編成のクオリティが高すぎる。今日も今日とて猫丸さん編成でございます。編成のクオリティが高すぎておもろい、マジで。お、火、水、火、いきます。これ残り全部闇なんですよ。ってことはすごい安直に組めばいいはずなんで、こうかな。あれれ、あれれ、火力足ります？ナイス、危ない危ない。じゃあ1回そう。こういうパズルミスも演出ですよ。はい、ここはアマコズミからの、てかそろそろゴーストリング打ちましょう。あ、そもそもこの辺でゴーストリング自由なんで打たないと損。いきます。これで闇の93もいっぱい組んで、はい、感謝突破。もう最強、最強しか言わんでいいわ、マジで強いな。てか使い勝手の良さが本当にいいね。やっぱりなんか76のリダチェンのさ、めんどくせえ作業一切なしでさ、この火力出し続けれるのは本当に強いかも。てかそこがいっちゃん偉いわ。てかそこのためだけに使ってる今。ここはね、ゴーストリング使ってワンパンなんですけど、今ゴーストリング溜まってないんで1ターン待ちましょうか。ということで、まあ、闇2コンボ組みましょう。こんな感じで。これで耐久できるんで、闇2コンボ組んで1ターン待ち。うん、絶対ワンパンしたいからね、ここは。はい。ゴーストリング打ちます。からの雨小墨。ブレッタうざいけどね。頑張って倒しましょう。あ、これで闇の94343かな、多分の5セット組んでワンパンしていきます。ナイス。これはもう絶対ね、ゴーストリングありでワンパンしてください。13回走、音はワンパンもしくは何ターンかけて突破しても大丈夫です。まあどっちでもいいんだけど、まあ、もうワンパンしましょうか普通にね。いきます。あんまり待つ理由もないからね。闇の93344です。はい、もう豊臣がねワンパンできてる時点で、まあ別にゴーストリングのあれがあろうがなかろうが、こんな感じでワンパン可能です。さあ続きまして14階層です。ここもワンパンしていきましょう。さすがに超クライム対策はもうあのね
進んでないのでこのまま全力コモで倒します。一応先に訂正しておくと、あのあれですからね、結構戦場の闇属性ってきついですからね。ちなみに今もう編成のクオリティが高すぎてなんかねきつい感じないじゃないですか。一応言っておくと戦場の闇属性ってめっちゃきついです編成本来はね、まあ、ただそうね、頭がいい人が作ると意外とまあなんとかなるんだなっていう。でここね結局十字組まなくても次の階層でねあのワンパンするわけじゃないのでそこで十字解除できるんでこれ安心してください。はい、ここ4ターン目ね下切りゴーストリング削りになりますので、はい、全然ここ焦る必要ありません。まあ、1コモ組んでいきましょう。アシスト貯まるかどうかだけ注意で、ベリアルは絶対貯めたいからそこだけ貯まれば大丈夫です。はい、 OK ですね。じゃあ1コモ組んでいきましょう。3、2、1。さあここで先切り打ちます。先切り浜小泉からのゴーストリング打ってあげて全力コンボ組んでいきましょう。ここは絶対全力でお願いします。まあいいか。あー水がずれちゃった。まあでも結局サギルのコンボ加算もあるし、大事言うてこんだけ闇のコンボ組めてるんで大丈夫でしょう。はい、闇の13コンボ組んであげていいですね。ええそれは話が違うけどいいか。話は全然違うけど、まあ、別に全然いいっちゃいいです。はい、ってことでボスです。強すぎるパターンね。了解、まあ、別にいや全然いいっちゃいいっす。全然全然。はい、これであのコンボ現象も消えるのでちょっとびっくりしちゃっただけで。半分で下げる欲しいし、それも絶対たまるんでいいっすね。ワンパンできるんだね。火力の限界を超えてる。闇属性でこんだけ火力出るのマジ事件性あるな。でここは半分いかないのでまずちょうどいい感じにこれで削ります。はい、うん、なんだこの微妙なラインは。新 OC のこの編成を。おい。いいに決まってんだろ。天小泉、打ちます。ゴースリング。待て。いける。いけるはず。HP 量が低いのは気になるんだけど、そもそも伊達政宗の攻撃を35万1000で耐えられてるってことは、この攻撃は39番ダメージなわけで、激減スキルが入るとそれから 75% カットだから。ベリアル打ちます。ベリアル継承のマデュー打ってあげてからのゴースリング。しかもなんならマデューを信用できる。ここで回復できなくてもいける。そう、天小泉とネレならね。ということで、いや、どっちの方が火力高いの、これ。マジで信用できない、どっちが高いのかが。ネレの火力を考えるなら平積みな気もするんだけどな、実際。ねえ。平積みでいきましょうか。いきます。なんか微妙なパズルになっちゃった。いや、でもいけるよ。絶対いけるよ、この編成なら。大丈夫だよ。絶対いけるよ。ナイスからの耐えれるはず。ちょっと残るだろう。ちょっと残る。残るんよ、この編成は。はい、そして半分字下切り打ちます。ちょっと残るんやから、ちょっと。なんでこんなギリギリな展開に。でもね、ちょっと残るってことをみんなに証明してしまいましたね。本当にちょっと残るんやから、この遠征は。まあ偉いな。はい、でここは平積みでしっかり殴りです。回復に入れてあげるだけでね、ちゃんと回復力追いつきますので安心してください。はい、21コンボでまあとりあえず殴り釣りすぎやろマジで。 OK、 ラスト倒していきましょう。さあということで今回ですね、
ネレとアマコズミを組み合わせて遊んでみる動画でした。まあ結論から言うと当たり前なんだけど、めっちゃ強いわ編成が。でこれだったら正直ブラバとかのさ、ね、ブラバって戦場きついイメージみんなめっちゃあると思うので、実際結構きついんだけど、そういう闇属性の固定概念を変えてくれるかぐらいには相当優秀なキャラになってると思います。はい、ということで今日はですね、こちらの、おい平積みがいっちゃん強いやんおいちょっと待って、平積みが一番強いことに最後に気づいたところでね、今日の動画終わりになります。はい、まあ言うてね、あの全部倒してるんでどっちで組んでもらってもいいですが、まあ最後闇落ち君来たからな、平積みも最強ということでね、ぜひよろしければこちらの編成使って戦術攻略してみてください。ということでチャンネル登録高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。